赤い船のお客。小川未明。ある、うららかな日のことでありました。次郎は、友達もなく、一人往来を歩いていました。この道を、折々、いろいろな風をした旅人が通ります。枯葉さも珍しそうに、それらの人たちを見送ったのであります。次郎は、こうして街道を歩いて行く知らぬ人を見るのが好きでした。様々なことを空想したり、考えたりしていると、一人でいてもそんなに寂しいとは思わなかったからです。暖かな風が、どこからともなく吹いてくると、乾いた白い往来の上には、埃が立ちました。まだ、遅咲きの桜の花が、こんもりと、黒ずんだ森の間から見えるのも、いずれも、懐かしいやるせないような気持ちがしたのであります。その日も、次郎は一人当てもなく、街道を歩いていました。車の音が、あちらへ夢のように消えて行きます。薬売りか謎のように、箱を風呂敷で包んでおった男が、下を向いて過ぎていってからは、誰も通りませんでした。次郎は、寺の前の小さな橋の脇に立って、浅い流れのキラキラと日の光に照らされて、輝きながら流れているのを、ぼんやりと眺めていました。彼は本当に、この時は寂しいと思っていたのであります。ちょうど、この時、奥深い寺の境内から、とぼとぼとおじいさんが杖をついて歩いて出てきました。おじいさんは、白い髭を生やしていました。次郎は、そのおじいさんを見ていますと、おじいさんは、次郎の脇へ近づいて、行き過ぎようとして次郎の頭を撫でてくれました。いい子だな、一人で寂しいだろう、と、おじいさんは言いました。次郎は黙って、おじいさんの顔を見ていました。おじいさんは、たもとの中から、短い笛を取り出しました。この笛を坊やにやるから、あちらの丘へ行って吹いてごらん。これはいい音が出るよ、と言いました。次郎はおじいさんから、その笛をもらいました。おじいさんの顔は、いつも笑っているように柔和に見えました。おじいさんは、あちらへ杖をつきながら行ってしまいました。次郎はその笛を持って、あちらの砂山に行きました。この辺りは海岸で、丘には木というものがなかったのです。砂の山が、うねうねと続いていました。そして、暖かな日なので、かげろうが立っていました。沖の方を見ますと、青い青い海が笑っていました。砂山の下には、波打ち際に岩があって、波の間に間に濡れて、日に光っていました。そして、翼の白い海鳥が飛んでいました。笛にはいくつかの小さな穴が開いています。その一つ一つの穴から、吹くと、違った音が出ました。笛は短い赤と青とに、その色が塗り分けてありました。大きな穴が一つ、小さな同じような穴が五つ開いていました。次郎がそれを吹きますと、何とも言うことのできない優しい、いい音色が流れ出たのであります。いい音色は、沖の方へ流れて行きました。また、うねうねと続いた灰色の山を越して行きました。そして、沖の方へ行った音色は波の上を漂ったのです。また、砂山の上を越して行った音色は、あちらの空に、丸くうずくまっていた、琥珀色の雲のあるところまで行くように思われました。海はますます穏やかに見えたのです。そして日の光は、ますますうららかに輝いたのでした。あくる日もまた、次郎は砂山の上へやってきました。
そして、熱心に笛を吹いていますと、一つ一つの穴から出るものは、影も形もない根ではなくて、確かに、いろいろ奇妙な姿をした、一人一人の人間であるように思われました。次郎は、目をつぶって笛を吹いていますと、それらの人たちが次郎の身の回りを取り巻いて、笑ったり話をしたりしているように思われました。次郎は不意に目を開いて、その人たちがどんな様子をしたり顔つきをしているか、自分が大抵想像した通りであるかと見定めようといたしました。そして目を開けますと、何もかも消えてしまって、ただ砂山に、日がポカポカと当たっているばかりでありました。この時、次郎は、ふと沖の方を見ますと、そこには湧き出たように、赤い船が青い海の波間に浮かんでいたのであります。次郎は、おとぎ話にでもあるように、美しい船だと思いました。そして、どこからこんな船が、この寂しい港にやってきたのだろう、と、それを、不思議に思いました。次郎は、また、砂山の下を、顔まで半分隠れそうに、帽子を目深にかぶって、洋服を着た人が、歩いているのを見ました。そして、しばらくすると、赤い船の姿は薄れ、洋服を着た人の姿も薄れてしまいました。次郎は、まるで夢を見ているような心地がされたのでした。再び目をつぶって笛を吹きますと、一人一人、異様な形をした人間が自分の身の回りに飛び出して、笑ったり跳ねたり、話を始めるのでした。彼は不意に目を開きました。そして、沖の方を眺めますと、赤い船が一層はっきりとして、青い青い、波の間に浮き出ているのでした。また、笛の穴の中から飛び出して、幻の中に笑ったり跳ねたりした、異様な、帽子を目深にかぶった洋服を着た男も、本当に、砂山の下をテクテクと歩いているのでした。次郎は目を開けながら、自分は、夢を見ているのではないかと思ったのでした。不思議な笛だ、と、彼は手に持っているおじいさんからもらった笛を眺めたのです。砂山の上に、仰向けになって寝ながら、彼は、笛を吹いてみました。吹けば吹くほど、いい音色が出て、不思議な色々な幻が目に見えたのであります。次郎はまた、起き上がりました。そして、笛の穴を覗きながら、この穴の中に、何か小さな魔物でも住んでいるのではないか、と思いました。この時、海の方から、ため息をつくように、軽い暖かな風が、吹いてきました。本当に、不思議な笛だ。次郎は、しみじみと、この短い青と赤に塗り分けられた一本の笛に、見入っていました。そのうちに彼は、棒切れを持ってきて、笛に開いている穴を、一つ一つ、つついてみていたのであります。いくら棒切れで持って穴をつついても、その中からどんな魔物も飛び出しませんでした。また、鳴き声を立てるものもありませんでした。笛の中は、ただカズポンのうつろの竹にしか過ぎませんでした。それでも次郎は、なお思い諦めることができなかったのです。やはり、一つ一つ無理に、穴をつついているうちに、その笛は、ひびが入ってしまいました。次郎は、もう一度いい音色を聞こうと思って、その笛を唇に当てて吹いてみました。しかし、笛はもう、何の音も立てずに、全く役に立たなくなってしまったのです。海や砂山や、
空に輝いている日の光には、少しの変わりがなかったけれど、天地は急に押し黙ってしまって、何もかも、星のごとくに見られたのです。そして、赤い船の影は、波間に薄れて、見えたり、消えたりしています。洋服を着た人は、どこへ行ったか、もうおらなかったのであります。次郎は、笛を捨てて家に帰りました。そしてその夜は、後悔しました。あの大事な笛を割ってしまって、取り返しがつかなかったからです。あくる日の昼ごろ、次郎は砂山へ行って、昨日笛を吹いたところに来てみました。するとそこには、いろいろの草が、一夜のうちに花を開いていたのです。赤い花、白い花、紫の花、青い花、そして黄色な花もありました。夕空に輝く星のように、また、海から上がった様々な貝殻のように、それらの花は美しく咲いていました。次郎は、ぼんやりと立って眺めていますと、その中の、一番茎の長い赤い花は、どこかで見た女の人を思い出さずにはいられませんでした。どこで、ちょうどこの花のような人を見たであろうか、と、次郎はしばらく考えていました。彼は、やがてそれを思い出しました。それは昨日の晩方、港の方へ歩いて行くと、街の中で背のすらりっとした、頬の色の美しい、立派な着物を着た旅の女の人を見たのでした。次郎は、足元に咲いている赤い花が、風になよなよと吹かれている姿が、その人の様子そのままであったことを思ったのです。次郎は沖の方を見ますと、赤い船が、今日も止まっていました。やはり、夢ではなかったことがわかりました。晩方まで、花の咲いている丘の上で、彼は空想に時を過ごしました。そして、海の表帰り日の炎に彩られて、静かに暮れていった自分に、彼は町の方へ帰って行きました。ある果物屋の前で、再び昨日の美しい女の人に出会いました。彼は思わず顔をあからめて、その人を見送りますと、この頃、港には行ってきた、赤い船のお客様だよ、と、町の女房たちが、噂しているのを聞いたのであります。